ぶんちゃんの元気リポート。はい、皆さんこんばんは。天海俊彦とおぶんちゃんです。皆さんこんばんは、佐々木千秋です。さあ、ぶんちゃんも5月も後半ですが、はい、5月の思い出、前回に引き続き何かありますか？5月といえば私の誕生日が5月なんですよね。あ、そうなんですね。おめでとうございます、まあちょっと過ぎてますけどね、はい、やっぱり田植えの季節で、まあ、ちょっと今の時期だとね、もう田舎帰ると緑がね、どんどん濃くなって、田んぼ、はい、でこう田んぼのね、はい、鏡のような感じでこう、うん、景色が映る時期、ね、この時期がもう最高の時期なんですよね、田舎ってね、はい、東北ってね、こう春が来るのがすごく遅いので、はい、やっぱこう田植えをしてようやく、あ、春が来たっていうね、そう、桜が散って田植えをして、うん、はい、で新緑がね、徐々にこう濃くなってく時期が一番いいんですよね。そうですね、皆さんね、これ聞いてるリスナーの方もね、土日とかね、ドライブで東北の方ね、行ってほしいですよね。そうですね、もう緑の絨毯みたいでとっても綺麗なので、はい、ぜひ行ってみてください。さあ、この番組は元気自由人ぶんちゃんこと天海俊彦さんがラジオを聞きの皆様にいろんな情報を通じて、いろいろな面で元気になっていただこうという、他には全くない、それこそ自由な切り口や観点で進めていく番組です。そしてこのぶんちゃんの元気リポートで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在埼玉県に本部がございますリゾンという不動産メーカーさんの CM に出演させていただいております。その他にもドラマや映画などにもちょこちょこ出させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、文ちゃんとは具体的にどういった方なのかということを、私から簡単にご説明させていただきたいと思います。文ちゃんは福島県のご出身、高校まで福島でお過ごしになられ、大学進学を機に上京、サラリーマンなどのお仕事を経た後、東日本大震災を体験され、50歳を迎えられ、人生をリセットということで、以来ファスティングや健康に注目され、最近は北欧、鳥取、アメリカ、シアトル、シリコンバレーに旅をされたり、各メーカーの工場見学、そして今故郷の福島県田村市で伝統的な古民家のご実家再生プロジェクトを始めようとされている、まさに文字通り元気自由人な方です。はい、この2人でですね、今回も楽しく皆さんに元気をお分けできればと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは最初のコーナーは桑田ノート。このコーナーは、文ちゃんがサザンオールスターズの桑田佳祐さんの大ファンということで、桑田さんの楽曲の魅力について熱く語っていただくというコーナーです。今回は桑田さんのあなたの夢を見ていますについて語っていただきたいと思います。リスナーの皆さん、このコーナータイトルにもありますように、筆記用具とノートご用意ください。それではまず私の方から、今回の楽曲あなたの夢を見ていますについて簡単にご説明させていただきたいと思います。こちらの楽曲あなたの夢を見ていますは、以前もご紹介させていただきましたが、この番組オープニング曲にもなっております2016年11月23日に発売されました桑田佳祐さん17枚目のシングル君への手紙に収録されている楽曲です。リサーチによりますと、桑田さんご自身がファンの方々の顔や生活を思い浮かべながらお作りになられた楽曲だそうで、完成当初はポップなシングル曲用にと考えられていたそうです。でちなみに前作のよしこさんから約5ヶ月ぶりとなるシングルで、本作はタイトルにもある手紙にかけていい文の日である11月の23日、まあ、ちなみに私の誕生日なんですけれどもこの日に発売、ね、されたわけですが、まあ、本作のこのテレビ CM なんですが、うちゃなんちゃんの内村照義さんがご出演されておられ、 CM で君への手紙のプロモーションビデオの監督役を演じていらっしゃいます。内村さんが CM にご出演されたきっかけとしては、内村さんが監督、脚本、主演を務められた映画金メダル男の主題歌として、桑田さんがこのシングル君への手紙を書き下ろしたことから、この CM 企画が実現したんだそうです。はい、文ちゃん、今回はなぜこの曲を選ばれたんですか？あ、そうですね、この曲、はい、あのリズムがね、こう新緑の季節にこうマッチしてるかなと思って、はい、それで選曲してきたんですよね。そうなんですね、もう季節的なものを考えてっていうことですよね。そうですね、なるほどなるほど。誰かの夢見てみますか？そうですね、
あなたのね夢を見たいななんて思ったりするんですけど、あなたがいないのでね。いないんだ。かわいそうみたいなね。なので私あの文ちゃんがなんでこの曲選んだんだろうって思った時に、何かこう思う人、家族も含めて思う人がいて、こう何か思いがあって選ばれたのかなと思っていたので、特段のね理由はなかったんでね、うん、こう、はい、今の季節にこうマッチするようなこうリズムっていうか歌だなと思ったん で、で選んだんですよね。なるほど、そういうことだったんですね。ありがとうございます。いいんじゃないですか、恋の季節だしね、やっぱりこう、うん、出会いがあるんじゃないですか、やっぱり5月とかね、そうですね、6月ぐらいっていろんな会社とかね、うん、の学校変わったりとかして、はい、そうですね、ちょっとじゃあ出会いの季節ということで選んでいただきました。何落ち込んでんの。ありがとうございました。はい、改めまして現在放送中の文ちゃんの元気リポート、担当は文ちゃんと佐々木千明です。さて今回はゲストとしてミニマムイングリッシュ代表の杉原浩二郎さんをお迎えいたしました。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、まずは、杉原浩二郎さんについて私から簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、杉原浩二郎さんは1986年山口県のお生まれで、学生時代は全く英語と縁のない生活を送っていらっしゃったんですが、大学4年の春に留学を決意され、イギリスのバース大学ビジネススクールに入学、120人のクラスに日本人が1人という環境だった、ね、こともあって、ね、勉強を続けられた結果無事あのビジネススクールを卒業されました。で帰国後は日本の部品メーカーにて海外営業を経験、その後勉強された英語を生かされ、マーケティング会社などに ご勤務された後独立されました。独立後は英会話講師として延べ200人以上を指導、現在は真面目に遊ぶ英会話コミュニティというコンセプトのもと、映画学習コミュニティ青春イングリッシュを主催されていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いやなんかね、うん、すごいね、いろいろなところにこう行ったり勤務されたりということで、はい、とても興味深いなというふうに感じたんですが、まずあのなぜこの大学4年生の時に留学しようと思われたんでしょうか。はい、はい、まあ、大きく分けて2つありまして、はい、1つは、まあ、単純にあの将来必ず英語が必要になる時代がやってくるなっていうふうに思ったからですね、うんうんうん、でもう1つは、はい、あのその当時本当典型的な大学生で、はい、ダメ大学生でなるほど、はい、まあ、あの友達として飲んだりとか、うん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 、まあ、あと就活もやってたんですけど、はい、まあ、なんとなくやってて、まあ、大企業に入れて、はい、安定した生活ができたらいいなぐらいの感じでやってたんですけど、たまたま就活でものすごい意識の高い方に出会って、はい、そうなんですよ、なんかその方が本当にいろんな何百人の OB の方と会ってたりとか、うん、はい、あと将来起業したいとかそういう大きな野望を持っていて、はい、なんかこのままじゃ自分はダメだなっていうことを感じて、ちょっと何か新しいことにチャレンジしたいなっていうふうに思って留学を決意しました。そうなんですね、なんかこうね英語が好きでとか海外に行ってみたいからっていう理由じゃなかったんですね。あ、そうですね。なるほど、はい、ちなみにその中学校とか高校生の時とか、はい、英語は得意でしたか。はい、まあ普通ぐらいだと思います。で、まあ、単語は結構得意だったりしてたんですけど、あ、まあ、テストとかあって、はい、単語だけなんかいつもできてた感じでしたね。わかります、すごく、はい、ただ、うん、そうですね、やっぱ大学に入ると周りが帰国子女とか、うん、はい、そういう人たちばっかりで、はい、全然自分は英語得意じゃなかったんだなってことに気がつき、そこからもうあまり勉強しなくなっちゃいましたね。あ、そうなんですね、はい、逆に勉強しなくなっちゃったんですね。そうですね、まあ、勉強してもなーっていうところが出てきちゃったんですね。この人たちにも勝てないなっていうのが、あー、なるほど、思ってね、諦めの境地になっちゃったね。でも一度はね経験しますよね、うん、自分はできるかもしれないと思っていたらもっと上がいたみたいなの ね経験しますよね。わ、はい、かります。そしてあの留学先にですね、いわゆるこうアメリカ英語じゃなくて、はい、イギリス英語を勉強しようと思われた理由っていうのは何か終わりなんですか。はい、そうですね、あの留学大学院に行ったんですけど、アメリカだと、まあ、日本と同じで2年なんですね、はい、ただイギリスだとなんか実は1年で
行けちゃって、1年で卒業できるんですね、はい、でまあその当時ちょっとお金の問題とかもあったので、まあ、留学はしたかったんですけど、できるだけ安く抑えたいなっていうのがあって、はい、まあ、イギリスにしました。そうなんですね、はい、1年で卒業できるっていう、それも自分で選ぶ、なんかこう探したりしたんですか？そうですね、自分で探しました。あと恩師が、はい、たまたま大学の時の恩師がイギリスで大学院を卒業していたので、まあ、その方にいろいろとなんか情報をいただいたりとかしてましたね、はい、へえ、ぶんちゃんは留学はされたことありますか？留学したことないですよ。ですね、私も経験がないんですけど、はい、留学ってやっぱりこうね、ずっと1年間だったら1年間ずっとその国にいるって結構やっぱり覚悟のいることなのかなって思ったんですけど、はい、そうですよね、はい、娘はね、うん、1年間ぐらい高校の時にアメリカに留学したことあるんで、はい、体験とかはね、はい、聞いてますけどね、いや勇気いますよ、だって、ね、ですよね、たった1人120人の中に日本人1人だったんですよ、ね、そうですね、はい、全部英語で授業やるんですよ。そうですね、全部英語でしたね。理解することでさえ大変です。そうですね、なかなか慣れるまでに、ね、半年ぐらいかかっちゃいそうな感じです。いや、勇気ないとできない、できないことですよ。これはすごいことだと思います。若かったから多分できました。若かったから、ね、なるほど、そういうことですね。今だとできないそうかもしれない、で実はですね、私もちょっと学生時代に英語、まあ、そんなに得意とかっていうレベルではないんですけど、はい、結構好きで英語系のこの学科に進学をして、まあ、したんですけど、杉原さんがお考えになる英語の魅力って何ですか？はい、そうですね、やっぱりまずは世界中の人と話せるっていうのが魅力かなっていうふうに思いますね。であとは違う自分になれるっていうのがあるかなと思ってて、どういうことかっていうと、はい、日本語と英語を話してる時ってなんか脳科学的に違う脳みそを使ってるらしくて、はい、そうで僕自身も考えてみると、はい、日本語だと結構シャイだったりするんですけど、英語だとなんかいろいろと積極的に話せたりとか、はい、発言強い主張ができたりするんですね、はい、なのでそういう意味で違う自分になれるのかなっていうふうに思います。あ、なるほど、すごい、でもちょっと分かる気がしました、はい、やっぱり日本人っていうか日本語ってこうね、難しいニュアンスによって言葉がねこう成り立ってるじゃないですか、うん、こう外国ってこうちゃんと自分の主張をはっきりと話するっていうのが結構私たちのイメージの中にあるので、 ね、その違う自分になれるっていうのはなんとなくちょっと理解ができるかなというふうに感じました。はい、はい、ノーと言えないでしょ。はい、ノーと言えないでしょ、自分で日本に。そうです、ノーって言えないです。なんでイエスイエスって言っちゃうのでノーって断ることができない断れないんだよ日本人なんですよね。そうなんだよね。うん、なんか外国行ったらこうイエスノーってはっきり言えそうだなっていうふうに思っちゃいますね。なるほどね、うん、で帰国後ですね、英語をこう生かしたお仕事に就かれたわけですが、いわゆる実用英語を企業でこう生かそうとするんではなくて、英語学習の方へ独立されたっていうのは、それはまた何か理由があるんですか？はい、これちょっと長くなっちゃうんですけど。あ、全然大丈夫ですよ。まあ、実は最初は企業に入って海外営業とか、はい、そういう英語を使う仕事をしてて、はい、してたんですけど、はい、まあ、ちょっと会社が嫌になって独立しちゃって、でそこから最初はなんていうんですかね、イベントを主催したりとかセミナーを主催するっていう仕事をして、はい、誰かをプロデュースするっていう仕事をやってたんですけど、だんだんそれが裏方なので、はい、自分が前に出たくなってきちゃったんですよね。はい、はい、でその時に自分の強みは何かなっていうふうに考えて、やっぱり英語しかないなっていうので、まあ、英語を教え始めて、そうするとすごい楽しかったんですね、はい、それで、まあ、英語学習をやってみようっていう流れになったってことですか？そうですね。なんかこうね、いろんな経験して、やっぱり自分にはこれがっていうのが見つけ出した瞬間ですよね。そうですね、やっぱり人の成長、うん、特に英語が全然できない人とかが、うん、なんか成長した時がすごい楽しいっていうか喜びだったんですね、うん、なるほど、はい、なるほど、なるほど、
実際ですね、あのホームページ私 最初あの拝見させていただいたんですけど、ありがとうございます。これぜひご紹介させていただきたいなと思ったんですが、まあ、英語には敬語がないと言われますが、はい、そんなことはなく日本語と同じように敬語が存在するとあったんですよ、はい、でこちらについて簡単にお話しいただけますか。はい、はい、そうですね、あの実は例えば、はい、メールビジネスメールでの場合だと、普通なんか話し言葉と I'm とか He's とか、あの略すじゃないですか、はい、それが、ビジネスだと I am とか He is になったりとか、はい、あと何々したいとか I want とか使うと思うんですけど、はい、I would like to とか、あ、はい、ちょっと丁寧な表現とか実はあったりするんですね。そうなんです。なので、ね、はい、意外っていうか、まあうん、あるっていうのはなんとなく分かっていても、どれがこう敬語なのかとかニュアンスってなかなかね、うん、こう分からないところがあったので、敬語って聞くとなんとなくこうすんなり入るところありますよ ね、 あ、そうですよね、日本人なんだろうなって思うんですけど、そういうことなんですね、はい、そしてこちらもですね、興味深いご意見としてこう読ませていただいたんですが、今こうあの爆発的に日本でも売れている翻訳機についてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はいはい、そうですね、はい、すごい今便利になってますよね。でやっぱり今の翻訳機は、はい、例えば旅行に行くとか、あとはそうですね、飲食店とかホテルとか、そういう、はい、方だとすごいこれからもっと流行っていくと思いますし、すごい便利だと思うんですけど、はい、うん、結局なんか深いコミュニケーションってなった時にやっぱり人と人とのあのつながりなので、最後は、はい、機械を通すことでそれがやっぱりなくなっちゃうというか、うん、その心と心がつながるっていうところはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。確かに確かに、はい、その通り、そうですね、ベンちゃん使ってるからねそうですね、うん、実際こうね、翻訳機使われてみて、まあ、実際に伝わることは伝わるかもしれないけどっていうとこやっぱありますか。私なんかは変わり者だから、はい、あんまりほら言葉で分かんなくてもジェスチャーとかこう目を見たりとか、はい、こうリアクションで、うん、こうね、うん、盛り上がったりする時にはまあ楽しいなみたいなのはあるけど、はい、私はちょっとね、他の日本人の人と感性が違うから普通の人たちはやはり基本的なそういう会話なんかを直接自分でマスターして、でそれでコミュニケーションを図るっていうことがやっぱり一番ですよね。うん、まあ、そうですよね、うん、そう思いますよ、ね、はい、そういう意味ではこうツールとしては翻訳機って便利ですけど、はい、やっぱりこう実際のコミュニケーションってなった時にやっぱりこうちょっと物足りなさを感じてしまうところも出てきますもんね。そうですね、まあ、どこまで相手の方とつながりたいかとか、うん、それによって変わってくると思うんですけどね。なるほど、はい、もう先生ならではというか、本当に英語が多分お好きなんだろうなという印象をすごく受けました。はい、はい、さあ先生、多分お忙しいと思うんですけど、1ヶ月完全オフがあったら、はい、もう何して過ごされますか。あ、なるほど、はい、旅行に行きたいですかね、やっぱり。どこ行きたいとか、まあ、まあアジアが好きなので、東南アジアとか、まあ、フィリピンとかタイとか、はい、あの辺りに行きたいっていうのと、はい、あとイギリスに留学して帰ってから一回も戻ったことが出たないんです か、 ないんですか。イギリスだとどの辺がおすすめっていうか。イギリスだと、僕はバーセっていうところに住んでたんですけど、はい、そこはすごい小さな町なんですけど平和で、おすすめですね。そういうとこがなんか良さそうだよね。そうですね、うん、田舎の方でしょ。そうですね、田舎の方が個人的には好きです。ああ、やっぱそうなんですね、はい、海外ね、1ヶ月いいですね、はい、では先生、この番組のコンセプトがですね、元気ということで、はい、ご自身が元気とか健康について普段心がけていらっしゃることは何かありますか。そうですね、やっぱり健康に関して最近すごい気にするようになって、30を過ぎたっていうのもあるんですけど。30過ぎたらまだまだ若いですよねえ、いや私にも振らないでください、ね、ブーちゃんどうしようよ、ね、そう、それで考えちゃうんですか。いや、もうやっぱり食事とか。食事とそうですし、あと、ね、この前ハーフマラソンに初めて出て。走ってるんですか。そうですね、ちょっと走ったり、あと筋トレをやったりとか、やっぱり健康が一番だなっていうことで。素晴らしいですね、はい、あ、健康、あとやっぱポジティブ、元気っていう意味だとポジティブな人とやっぱたくさん会うっていうことを心がけてますかね、うんう
大事ですよね。そういう点で言うとね、英語なんかだとね、うん、そういう人たち多いでしょ、やっぱり。そうですね、はい、確かに、なるほど。で、今後ですね、はい、なんかこう夢はい、みたいなのは、ま、夢たくさんあると思うんですけど、何かありますか？はい、そうですね、まあ、英語に関して言うと、やっぱり日本人英語がはな、あのすごいポテンシャルは高いけど英語が話せない方ってすごい多いので、はい、まあ、そういった方に話せるようになっていただいて、うん、どんどん世界に進出してほしいなっていうのと、あとはまあ英語以外で、はい、あのなんていうんですかね、元気がないというか、うん、あの特に同世代の方とかなんですけど、はい、もう人生面白くないみたいな言ってる人が結構多いんです。多いんですか？多いです。多いんだ。30過ぎぐらいの。そうですね、どうすんのね。一度こういろいろな、ね、挫折を感じるとやっぱり30代ぐらいでうんって思ったりするんですよ。あ、わかるんだ。わかります。なんかやっぱそういう人たちを元気にしたいなっていうのがありますね。それは英語を使ってなのかわからないですけど、何かしら自分が力となって元気にしていきたいなっていうのがありますね。こうね、皆さんにこう元気を与える仕事っていうのは、私たちのこういう、ね、お仕事もそうですけど、やっぱりこう日常生活で元気を与える人ってやっぱりすごいなっていうふうに見ていますので、まだまだこれからたくさんの夢を見させてくださると思います、私たちにも。はい、はい、頑張ります。はい、もう本当にね、貴重なお時間というか、たくさんのいろんなお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今回のゲスト、ミニマムイングリッシュ代表の杉原浩二郎さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回の文ちゃんの元気リポートいかがだったでしょうか。この番組は毎月2回放送で、毎月第2第4火曜日夕方6時からお送りしております。ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。文ちゃん、今回はいかがでしたでしょうか。はい、やっぱりね、英語の今日ね、テーマでね、あのゲストをお呼びしましたけど、はい、やっぱりこれからね、日本の人たちもこう世界にね、もうどん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 、やっぱり今あの野球の大谷さんなんかも、ね、はい、アメリカで ね大活躍今年はしてますので、やはりコミュニケーションとしてね、英語は大事だと思うので、まあ、そういう方ゲスト呼んでみたんですけども、はい、まあ、これ聞いてらっしゃる方もね、ぜひ英語にどんどん興味持ってね、世界中の方をエアビーで呼んで、はい、でまた自分たちも海外に出る、うん、ね、楽しいですよね。確かにこうね、あの外国っていうとちょっと堅苦しいというか、うん、なんかこう手の届かないところって思ってね、いらっしゃる方も呼べばいいんですか。呼んで友達になって、うん、で友達になった人のところにね、遊びに行くみたいな ねそういう循環ができると楽しいなと私は思ってるんですけど、ね、はい、世界中にお友達ができちゃうんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、この番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見をお待ちいたしております。ぜひよろしくお願いします。ファックス番号は 047-303-3974 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp、 文ちゃんの元気リポートまでお待ちしております。それでは文ちゃんの元気リポート、今回はこのあたりで失礼させていただきます。また次回どうぞよろしくお願いいたします。皆様のお相手は文ちゃんと佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。